はい、もちもち TV のもちです。Amazon 初なのかな？ Amazon 初のもう自主、Amazon プライム初の自主制作映画の、まあ、ホームステイっていう映画なのに、長尾くんが、まあ、主演したということで、まあ、早速見まして、もう早速ってほどでもないですよね。まあ、配信から何日か経ってると思うんですけど、配信開始から。まあ、見てみました。まあ、それでですね、長尾くんの演技についてですね、思ったことがあるんですけど、まあ、最初映画の内容とかも一切知らない状態で、まあ原作を読んでないので、まあ知らない状態でそのホームステイを見たんですけど、いや、まあ最初見た時、長尾くんの演技が、本当あれちょっと大丈夫かなっていう感じがしたんですけど、で、ちょっと不安な気持ちになったんですね。え、長尾くんってこんな感じだっけみたいな感じになったんですけど、まあそれがやっぱ違いましたね。なんか、長尾くんの、なんか、なんていうのかな、最初の、まあ最初の主人公の、まあこれ言うと結構ネタバレになっちゃうんですけど、まあ主人公の体に乗り移ったみたいな感じで、最初訳のわからない状態でスタートするので、なのでちょっとあんま表情をあんま出せないみたいな、あんまりそんな感情を出せないみたいな感じの演技になってたんだなって、なんか後から分かってきて、で、後半になるにつれて、その、長尾くんの演技、特に長尾くんのこの、微笑んだ時の目の演技が素晴らしいなと思って、なんかその、目線で見せるみたいな、その、目線を下にやったり、その上にやったりして、その微笑んだ時とか、その、笑顔とかの感情を、目で訴えかける演技が、もうあの年にして、もう、なにわ男子の中の末っ子なのに、あの年にしてもう、できてると思って、いや、すごいなと思って感心しました。で、長尾くんが演じた役は小林誠っていう役とシロっていう役も、二人の役、まあ二人で一人つみたいな感じの役なんですけど、まあ、本当に両方ともこう演じきれていて、その素晴らしいなと思って、もう長尾くんの演技しか今言ってないんですけど、まあ作品自体も初めて見た、僕原作読んでないので初めて見たんですけど、まあ素晴らしい内容で、なんか最初は、そんなに面白くないなっていう感じなんですけど、でもだんだん引き込まれていくというか、その長尾くんの演技とともに、その話の展開もそうなんですけど、引き込まれていくというか、本当に Amazon プライムで、もう Amazon プライムに入ってる方は、本当ぜひ見てほしいなって思いました。まあ大学の進学を控えた、まあ高校生の役柄なので、まあ結構若年層向けなの映画なのかなっていう感じもするんですけど、まあそれでも、まあ人生は、あ、これちょっと待って、ネタバレになっちゃうな。これね、見てない人はあんま見ないでほしいんですけど、人生は長いホームステイ、ちょっと長いホームステイだったかなみたいな感じのフレーズに、ちょっと心がグッときたり、あ、なるほどなって思わされたりして、まあちょっと深い映画でしたね。まあ普通にその映画として面白いなと思ったので、まあ皆さんぜひぜひ見てほしいなと思いました。はい、以上、もちもち TV でした。